ジングルベルの曲が人々の心をせきたてえせきたて,てサンタクロースが巷にお耳し始めクリスマスツリーがデパートなどに飾られるようになるとああ今年もクリスマスが来たんだなと誰もが思いますなぜならジングルベル、サンタクロース、そしてクリスマスツリーなどはクリスマスの印になってしまっているからですそうですよねクリスマスツリー見てあお正月だなと思う人はないですよね それぞれ歴史的にいわれがあるにしてもそれらの印とされているものは聖書に記されているものではありませんルカの福音書に見られるキリストの御耕譚の記事によりますと最初のクリスマスは決してきらびやかなものではなかったことが分かります田舎町のベツレヘムのとある貧しい馬小屋の貝話を受そこに寝かされている一人の緑子これが あなた方のための印ですと天使は告げています。そうです。これが聖書で言っている本当のクリスマスの印なのです。さてこの印は何を意味する印なのでしょう。というようなことでいくつかのことを挙げています。これもあのクリスマスの印ちょっとかわいいでしょ。手作りの余計なことですけど、まああのともかくですね、えー、そういうような あの表面的なことではなくて、水換えが、これがあなた方に与えられる印です。という。その印っていうのは、象徴という意味がありますよね。これは何々の印という。それは実態を表す一つのこう、象徴的な、あの、事柄ですね。で、一つはですね。イエス様はベツレヘムっていうところで、お生まれに、なりましたね。で、これは。イエス様がお生まれになる。 700年も以上前に美香という預言者によってここで救い主はお生まれになるということが予告されていたんですね。でその予告されたいた通りにベツレヘムで救い主は誕生されたということは神様が約束された預言されたことはその通りに必ず成就するというこれは成就したでしょうということの印。 なんで,す、ねでえー、ベツネヘムで生まれるということについてはこのミカという預言者のところではですねこんなふうにあの、えー、書いているんですねそれはの「ベツネヘムあなたはユダの種族の中で最も小さいものだがあなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る」。その出ることは昔から 永遠の昔からの定めででああるるってて書いてあるんですねベツレヘムから救い主がやがて世界を支配するお方が出現するということはずっと前からもうすでに永遠の昔から定められていたことなんだということなんですね。で本当はヨセフもマリアもナザレというところで生活をしていました。本当はそこであの緑子赤ちゃんイエス様を 誕生すするといいううふうに彼らはは思っていたはずですけれども当時の皇帝のアウグストがその勅令を出して自分たちの本席地へ行って生まれ故郷に行ってそこで登録ををししなさいっていう命令を出したわけですねで皇帝の命令ですのでまあ身をもで本当は旅なんかしたくなかった今のように新幹線や飛行機で行くというの時代ではないもう大変な難儀な旅を続けなければならなかったヨシフとマリアは本当は 旅なんかしたくなかったでしょうでも直令皇帝の命令ですのである意味では仕方なく彼らはベツレヘムに向かって行ったんですねで、彼らから見るとたまたま旅の途中でベツレヘムで生まれちゃったということが言えるだろうというふうに思うんです本人たちつまり両親たちもそのベツレヘムで 救い主を産むということは全然考えてもいなかった誰もそのことは分かっていなかったでもそのイエス様を拝みに来たという博士たちが来たのでヘロデが学生たちにどこで一体救い主というのは生まれ,生まれるんだということを尋ねたときに ここれは三ヶ所のここに書いてありますよずっと前から言われてることですよっていうようなことであったんですが考えてみると不思議なことですね。えー、いわゆる宗教の世界でマホメットであるとか釈迦であるとかそのいろんな方たちのことがあ挙げられますけど世界の中で誰一人生まれる前の何百年も前に いつごろどこで誕生するということを言われてその通りにこの地上に生を受けた人はキリスト以外に誰もいませんね。どこで生まれてどこで育ってやがてどういう死に方をするかその死は何を意味するのかということまでことを細かに書かれていてその通りに。 誕生生ししそその通りに生活をしその通通りりにに活を死なれたお方これは世界の歴史の中でキリスト以外には絶対におられないこの点だけでもまさにイエス・キリストは神の御子神の約束の成就としてそこに誕生されたということのこれは証拠なんですね。今日ダビデの町で のが、そそうダビデ町、それはベズレヘムのことです。ベズレヘムでなければならなかった繰り返して言いますように親にとってはたまたまであったかもしれないけどまたは皇帝は俺の命令だったら誰もみんな言うことを聞かなきゃいけないんだって自分が命令を下したつもりでいるかもしれませんけど実は神様の約束予言が成就することのために 皇帝はたただ用いいられたに過ぎないんですよすべての支配はこの神様が一切を握っていらっしゃるそしてずっと昔から別れへんに決めてあるんだよということがちゃんと成就したということのこれはほら印ですよってことこが一つです二つ目のことは、えー、これだで,ですねその近場でも話したんですけど 私が前にあの吉祥寺のマクドナルドのハンバーガー屋さん行った時ですね、えー、小さなテーブルにあの若いカップルと相席になりました小さなテーブルで、えー、相席ですから二人が話している会話全部聞こえてくるんですがの前に座っている女性が私の隣に座っている男性に向かって「ねえ私のことを愛してる?」ってこう聞いたんですね。でなんでハンバーガー屋で愛の告白なんか聞くんだろうかと思ってそこまで、あ、聞いてましたが。 そしたら、うん、愛してるよってよく言うよって思って、私はここにいるのにねそしたら、本当本当だよだったら、一つお願いがあるんだけど、何私のことを愛してるのだったら、その印に指輪買ってくんないお、指輪いいよ、どんなの私の誕生日は四月なのよね四月の誕生石って、ダイヤモンドなのよねだから、ダイヤモンドの指輪買って どうしたらその男性がダ「ダイヤモンド?」とか言って急に大きな声出して「いや俺はしけてんだよなだからさ別のだっていいじゃん」って言うんですけど「いやーやっぱり私にちょっと夢だったの私のこと愛してくれる人からもらったその誕生石のダイヤモンドをここにつけるってこれがね私の夢なのだからお願い」って言うんですけどこの男性「いやーだけどさダイヤモンドだ」ってってなかなか渋ってたんですがそうしたら相手の女性が「 さっっっき私ののこと愛してるって言ったのあるる言ったあ嘘の嘘じゃない本当だよだったらその印に買ってくれればいいじゃないのさ」うーん分かったじゃあもうローンかなんかで買うからああよかったやっぱり私のこと愛してるのねありがとう」とか言ってもう勝手にしなさいっていうな感じですけど、あのー、でもねその女性の気持ちわからないこともないなと思いましたね本当愛してるどれほどだったらってね。 神様が私たちを愛していてくださるという時本当どれほどどれほどでしょうかこれがその印だよとそこに横たわっている一人の緑子神は実にその一人語をお与えになったほどに一人語イエス様を私のためにお与えくださったという。 これが何よりもの印だよとということですね。創世紀の22章のところにアブラハムが与えられた一人の待って待ってやっと与えられた遺作を遺作に遺作を神様が「生贄としさ捧げなさい」と言われたことがあってその時に「 お前の愛してやまない大事な愛する子を一人子っていう風に相手言ってますよ。どれぐらい可愛がっているかということをちゃんとご存知でした。でもその子でも私のために捧げることができるかっていうこと。でもアブラハムは言う通りにして、そして遺作を携えてそこの焚き木を暖炉に焚き木を置いてそこに一人子自分の遺作を横たえて、そして刃を取ってずっと宿を取ったときに。 待ちなさいその手を止めなさい「分かった」って書いてあるんですね「分かった」どれほど自分の独り子を惜しまないほどに神を恐れて愛しているかということが「分かった」「もういい」「アブラハムは自分を祝福しかった」 神様のために私を愛してくださる神様のためだったらどんな犠牲を思うということであったのですが神がご自分の愛してやまない一人子を押しまずして与えてくださった相手は誰ですか神様に背いて自分勝手なことをして罪を犯し続けていた私たちのために神は 実にその一人子をお与えになったこれが愛ですというふうに書かれてあります。まさにこれは神様の愛の印です。ところがその愛の印がまあ奇妙な形でって言いましょうかね。それはこのところに書いてあるんですけども人間の拒絶の印っていう,ふうに言いました。神の一人子の御交談がところもあろうに 馬小屋とは何とも奇妙なとも言うべき大きな驚きではないでしょうかしかし何も好き好んで馬小屋を選ばれたわけではないのですこの辺の事情を聖書には宿屋には彼らのいる場所がなかったからであると説明をしています神様の大切な大切な プレゼントそのプレゼントはなんとこともあろうに馬小屋の貝ー家の中に寝かされているこれがその印どうしてこんなところでどうして神の御子がこんなところに捨てていらっしゃるんですかいるところがなかったからだでこれは今日本中がクリスマスクリスマスクリスマスどこででも大騒ぎ大騒ぎ言ってみましょうかもうあの お待ちのようにされていますけど果たしてイエス様は人々の心の中に人々の家庭の中に会社の中に社会の中に世界の中にイエス様は本当に迎えられているのでしょうか自分たちの商売のために自分たちの楽しみのために自分たちの喜びのためにクリスマスを利用しているだけでイエス・キリストの誕生を利用しているだけで自分自身の生活の中に 迎えようとしているわけでは必ずしもなユダヤ人の王ヘロデがキリストが生まれたと聞いて自分以外の王がいたんでは困るということでキリストを抹殺しようとしました俺が王だ俺以外の者が王なんかおられたんじゃ困るんだこれが人間の本当の気持ちですいつでも自分が主です自分が都合よく 自分の幸せ、自分にとってこれが都合がいいか悪いかだけが判断のような生き方をしていてキリストが「私があなたの王となりたいんですが王として私は生まれたんですが」とイエス様はおっしゃってもいや迷惑です。困った時に何かの時にはイエス様頼みますけど普段は私が王でないと困るんです。 このヘロデがキリスト王なるキリストを抹殺しようとしたように人間はどこかでキリストを締め出してしまっている今も今もイエス様はいるところがないっておっしゃっておられるのではないかというふうに思うんですね3つ目のことはキリストのこれは受難の印です ルカの福音書の2章の34節から35節のところにご覧なさいこの子は反対を受ける印として定められていますそれは多くの人の心の思いが現れるためですでこの印はやがてこの方が人々の罪のために殺される苦しみに遭うということの 印とししててここに存在しているんですそうですよ生まれた時からこのヘロデは偽スを殺そうってった生まれた時から命を狙われていた殺されようとしていた事実この世界で生まれてきて「ハッピーバースデー」「誕生日おめでとう」「よかったですね」って言いますけれどイエス様はいわゆる「ハッピーバースデー」 果たして言っていいのかと思うよ何のためにイエス様はこの地上に誕生されたのか初めから死ぬためですよね初、ま、めから十字架に張り付けにされるためですよねこの地上で初めからやがて誰もが死ぬとは分かっていても死ぬために生まれてきたと言っておめでとうという人は誰もいないイエス様だけは じめから十字架を目指してその目的のためにこの地上に生まれたこの粗末な馬小屋の会話中に寝かされているこの姿こそはまさにその受難の十字架をの影を落としている姿印ですということですね。キツネには穴があり 空の鳥には巣があるが人の子には枕するところもありませんという表現にもそれを見ることができますようにその頂点は十字架でしたイエス様が藍病を垂れて御手に追いだにする本当に十字架の上こそはイエス様が最後に枕されたところだというふうに言われています。 最後に穢れた心にも宿られるこれは印だということですね今頃の成果の中にあるかどうかわからないんですが馬船のおごとき我が心に救い主イエスは宿りませり馬船のおごとき我が心に救い主イエスは宿りませりこれが、えー、佐々木村先生が市川チャペルでお話をしていたんですが 私も先生と一緒にそのここがエス様が誕生されたと言われる馬小屋です日本で考えるいわゆる小屋というのとは違って洞窟のように掘り掘られたその掘ら穴のようなところにそしてそこの貝刃桶っていうとやっぱり桶というそういう感じがするわけですけどそうではなくて石をくり抜いた冷たいそのまあ 会話を受けと言っていいのかどううかというものですねその上に前の子供の歌の中に「歌ぬ藁の上にいても」という,歌もう歌、えー、藁はこういはこう打つことによって柔らかくするそうではないそのままをもうこの肌にチクチク刺さるんじゃないかと思うようなそこに藁が敷いてあるその上に緑力が寝かされている。 その周りには家畜のこれは小屋でやろうというふうに言われてそこにはいろんな動物がいてもう周期ふんふんこんなもう放つもう本当に、えー、耐えられないような周期が見ちているまさに暗い冷たい汚れきった鼻落ちならないでもどんな汚いどんな汚れた どんな暗い馬小屋買い場であっても人間の心よりはまだマシなんじゃないかと言われるほど人間の心はとてもイエス様をお宿しすることができるようなそんな心の状態ではない何でイエス様があんなところにお宿になったんですかという。 でもそれ以上に私の心は汚れて冷たく汚く多くの人々に鼻つまみされるようなさまざまなものを風紀を漂わすようなそういう存在でしかない私たちいやあなたの中にも私は宿りますよあなたのようなそういうところであればこそ とイエス様は私たちのそういう心と生活の中に宿ってくださるということをこれは表す印しかしそこには水替えが現れてそして雨には栄え地には平和あの素晴らしい天狗の賛美がその真っ暗な汚れた汚い地気ふんふんというその場所を栄光の場に変えてくださった まさにそういうい印私たちは汚れ切った汚れ切ったところのエス様をお迎えできるようなおやじ申し上げることができるようなものではないその場所でも神様は栄光の輝く賛美に満ちた場所に書いてくださるそれが私たちのこれからに約束されている私たちに神様が約束しおってくださるそれは祝福の生涯を表している印。 私はこうやって今日も神様を賛美することができる。本当に素晴らしいことですね。本当賛美なんかできるようなものじゃないじゃないですか。神様なんて申し上げるっていいのか。そんなような資格も何にもないものしかないじゃないですか。でも私は今こうやって主を称えることができる、主を賛美することができる、本当に主に感謝して生きることができる。 どんな暗いどんな冷たいような状況の中であっても神様はそこを栄光の場に変えてかせることができるというそのことを体験しながら生きるようにされているそれがクリスマスの印ですよねわすべりなクリスマスで終わることなくクリスマスと私にとって一体どのような意味を持つのかっていうことを深く考えながら心から 主に感謝し、主に栄光を期するクリスマスでありたい。そのように思います。恵み会所よ。アートの憐れみの中に、私たちはここまで守られてまいりましたが、このクリスマスの時。いわゆる一般のわけもわからずにクリスマスを祝っているのとは違う。これが本当のクリスマスだということをどうか深く自覚しながら。 ここのクリスマスマを意義深く迎え過ごすすとができますようにただ自分自身が他の人たちは何も分からないけど私たちは分かっているというような一人よがりではなくってこれをあなたのための救いクリスマスだということを人々に明かしする機会とさせていただくことができるようにお一人一人を豊かに祝福してくださいますことをキリストの皆によって お祈りをいたしますアーメン